はい、今日はインテックス大阪で行われている、オートメッセ2020に来ております。ボンドブースこんな感じで昨日頑張って設置いたしました。はい、でちょっと展示させていただいている車の紹介を大阪店岡君にちょっとしてもらいたいと思います。じゃあ紹介お願いします。言わずと知れたフルテックアート、外装コンプリートの99に、そうです、はい、をさらにパワーアップしました。なるほど、はい、でこれ大阪に来てからまたさらに、そうです、手が加わって、はい、どんなところを、ですね、まず、はい、まあまあ、細かいところで言うと土パフォーマンスに動画で指摘された、はい、これ塗り忘れてるんじゃねって言われたところを、あ、本当に、はい、ミラー下の台座を絞取りペイントして、 あとサイドスカートの塗り分けを変えて、これをねボディの色にしたんだ。そうです、ここがもともとグロスブラックだったんで、そこはあのボディ同色にして、ボリュームがちょっとなくなったけど、ね、逆にシュッとしてこうエアロが強調される感じの、ちょっと車高が低く見えるというか、そうだね、はい、なるほど。でまあ、あとは本当に頑張ってくれました、1221が間に合いまして、はい、3週間で削ってもらいまして、これすごいね。これ1771っていうデザインの VIP シリーズ、はい、一番軽量の、うんうん、まあ言ったらチタンボルトとかが標準になってたりだったりとか、そうなんだ。そうなんですよ、ここのチタンボルトは、全部標準。これ削り込みがだってここも貫通してて、そうです。で、あとここも貫通してるんですよ、ここも。で、しかもここ貫通して、この内側もえぐってあるんだよね。そうです。この内側も。これがその VIP シリーズ。まあ、言ったら1221では一応最高峰のシリーズになるんで。ピアスボルトの内側がこう、すごい。裏打ちが1個のあるんで、うん。で、こう、そうリップもあんまり取ってなく。そうです、フランジを表にこうバチンと出して、そうですね、このデザインだったら、まあ、AP2X が一番似合うかな、うん、3ピースも考えたんですけど、まあ、AP2X が一番大きくも見えますし、うん、まあ、992だと2021なんで、あ、はあ、なるほど、で、まあ、リアもちょっとまあ、ポルシェってもともとオフセットがそんな稼げない車なんで、うん、バッツンバッツンになっています。もうリフトで上げてホイールつけたときはこれやったなとこんな出てるよどうしようって思ってリフト下ろしたらグググググググって入って辛い位置になって、もうマフラーはノーマルです、はい、それは諸事情ありまして、まあ、ちょっとね、まあまあちょっとその辺も全部ちゃんとお届けするんであれば、はい、まあ、ちょっと合わなかったと。そうです、はい、やっぱり結局にマフラー交換日本1号車に多分なってると思うんで、そうですね、なんで今なんとかつけれるようにちょっと今いろいろ仕入れてます、まあ、確認中。そうです、なるほど、はい、じゃあまださらにここから進化するってことです。なるほど、まあ、多分つけれると思います、はい、っていうのがこちらの992です、ね、はい、あと、はい、ロベルタがつきました。ああ、そっか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 、そうです。ちょっとじゃあ車高も下がってるの？そんなことない。車高はね、前と同じぐらいです。もともとカーベの、HS で下げて、うんうんうん、でそこからのロベルタの方を組まさせて。ああ、なるほど。じゃあ車高が上げられて使い勝手が良くなってる。そうです。なんでサロン終わってからそのままロベルタさん入庫して、なんでまだお客さん現車を見てないっていう。あ、そうなの？ノーマルから一回も見てないです。でここまでこんなに。そうです。すごい。でこれがね。奥様のお車。そうなんだよね、はい、昨日聞いてびっくりした僕もびっくりした まさか奥さんの車っていう。いや、かっこよすぎるんです、はい、すげえ。もう大阪店得意とするヨーロッパチューナーで足元アメタンっていう、はい、やっぱりね、チューナーコンプリートもいいんですけど、うんうん、やっぱ個性を出すんだったらホイールかな、うん、ちょっと遊び、はい、心も入れつつ。そうですね、なるほど。そんな992でございます。はい、そうです。であと今回急遽エントリーになったこちらの、はい、アベンタ S。 アベンタ S、 はい、はい、こちらはツッチーがさっきね、びっくりしました僕、はい、車高とホイールとマフラーだけじゃないのなんてちょっとよくわからないこと言ってましたけどこちらが多分ね、今回の車の中で一番手数が多いかもしれない。すごい、はい、いや本当に冗談じゃなくて、これ全部純正のなんかオプションのカーボンパーツとかついてるのかなって。まあ、結構カーボンのパーツ多いななんて思ったらって見せるのが狙い目なんですよ、この車は。まあまあ、細かいところで言うとフロント周りはもう全部ノビテック。あ、これノビテックなんだ。ノビテックです。なんでそこの牙みたいなカーボン、フロントリップ、サイドのここですね。あ、そうなんだ。こことか、あとノビテックすごい純正っぽいね。そうです。あとボンネットもやってます。あ、そうなんだ。ボンネット、こういうとこも。あ、そうです。ボンネットがこれもう形状全然違うんですよ。で、そう言われると、そう、フルカーボンのやつをダクト残しで塗り分けして。でもお客さんに塗り分け任せてもらったんで、ちょっとドキドキしながら。これミラーは？これも伸びてくる。あ、そうなんだ。
こうサイドも伸びていく、あとサイドスカートも伸びていく。これもこれも伸びていく。全然純正じゃないね。そうです、ここもカーボン着てダクト入ってで、ここも伸びていくで、でこっちマンスリー伸びていくは、そうなんですよ、ここにダクトが入るんですよ。でちょっと今回のイメージだったら純正形状カーボンがいいなっていうことで、マンスリー変えた感が出ちゃうからね。そうですそうです、ちょっとあの体育会系すぎちゃうんで。でも全部カーボンの折り目も同じのにして、そうです、もう全部あの純正オプションの綾折りに合わせて、であとあのここも分かんない、これはね分かんないでしょ。ここのウイングもマンソリーにして、言ったら純正と同じ形状なんで、ボタンを押したらこのまませり上がってきたりとか、速度で上がったり。だからこれもあのノビテックの結構でかいウイングとかも考えたんですけど、あえてそこはジェントルにっていう感じで、あとここもマンソリーのカーボン、まあ、これもあのフロントも実はあったんですけど、僕も忘れてたぐらいだったの、はい、これ左右で19万しますで、下のこのディフューザーも、ディフューザーも全部これマンソリーです。5とマンソリーすごいねこれね、これすごいね、めちゃめちゃ。あとで中もなんかやったんでしょ。中もやってます。でマフラーがパワークラッチ、まあ、初回のマフラーも入ってます、はい、そうです。でこっちですね、ちょっと見えづらいんですけど、内装も着工なの、内装もともとこの黒なエメラルドグリーンじゃない、なんだろうこれ、ライムグリーンみたいな、みたいな。これはね、あの元々だったんですよ、この内装のステッチに合わせて。でこの室内のカーボンパネルは全部これノビテック入れて、あのセンターコンソールのスイッチ周りとかはあの純正オプションを、あのまさかの圧線供給だったんで、あのこのボタン、そうスイッチを全部ごと取って、あとワンポイントであのエンジンスタートのカバー、あれを黄緑に塗ってます。中川さんが頑張ってくれる、バラすのがクソ大変、でも満足度は高いです。いやこれすごいよ、これだってこれ普通にこのライムグリーンってこの黄緑で塗って外装も派手にしちゃったら派手派手になっちゃう、はい、そうそうそう、それをねあえて。だからホイールもこれアナーキー、アナーキーデザインなんだったっけ、20かな、ね、N 20じゃない、22じゃない、 N21 っす。あ21なんだ、これ N21、 へえ。だから2ピースでピアスボルトハーフで入れて、グロスブラックで2個ずつこう見せるやつ、そうです。でこの色もブラッシュド あのスモーク、なるほど、グロスのスモークであのカーボンにちょっと色を合わせたんですよ。あじゃああえてこうポリッシュとかで派手派手にするんじゃなくって、ちょっと落ち着いた感じで、そうグロスブラックに黄緑にカーボンのこの色目に合わせたこのガンメタケの3色で一応全部合わせる感じで、すごい、はい、これはちょっとすごいわ、すごい、意外でしょ、すごいすごい。あとまあ細かいところで言うとフロントフルのプロテクションとか、うんうん、もうその辺は全部やってて、はあ、いやなんかこう派手に見せないのすごいねこれ、でしょ。だからもうあのツッチーパフォーマンスの純正オプションかと思ったというのがもう一番褒め言葉やったぜ、そこを狙ってたって、お客さんやりましたよ。でもこれ乗ってる同じの乗ってる人からしたらえっていう、そうです。だから普通のアベンタ乗ってる人だったらあれなんでここカーボンなんだろう、なんでここちょっと形違うんだろうって、そう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 、ここもともとないけどな、純正オプションであったっけって思ってくれたらもう一番狙い、すごいねこれ、いやこれすごいわ。逆に多分今日メッセにあるアベンタの中で一番地味だと思うんですけど、でもちょっとこだわり抜いた、うん、でもこれ急遽エントリーだから残念ながらエントリーシートがないっていう、そうなんですよ、そこは、そこはあの、あんま触れんといてもらえると。こういう車こそエントリーシートで、そうですね、え、どこが、あ、そうなんだっていう。全部変えてるんだっていうの。そうなんだ、はい。ちょっとね、今回急遽そのお客様の都合が合わなくなっちゃったりとか、はい、いろいろあって、エントリーが変わっちゃったりとか、もう本当にちょっともったいないね、ちょっと。はい、そして、でいよいよこちらですね。あまあ、相変わらず、はい、あの、おなじみのブラバスワイドスター。G800。まあ、これはじゃあオートサロンと仕様は一緒なのかな。仕様は一緒です。なるほど、仕様は一緒で、そうですね、今回は、まあ、あの時間によってボンネットを開けたり、リアル800馬力なんで、そうです、はい、ちょっとその辺が見れるように展示も工夫して、去年の M4 の600馬力から200馬力アップした、すごい、はい、でこのワイドスターとその992のお客さんが友達、ああ仲がいい、仲いい、なるほど、はあ、だとオートサロンでもちょっと紹介したんですけど、リアがそうです、スペアタイヤレスになってます、
まあ、この辺はちょっとね好みが分かれるところだから。そうですね、なんでお客さんには意外に不評だったっていう。お客さん一応あのこれ戻せるのってことだった、はい、あのちゃんと両面テープで貼ってますから。ああ、なるほど。なんでボンドでいっちゃうとちょっと大変。その辺もまあアドオンパーツのいいところだよね。そうですね。で、まあこの車も驚くことに結構奥様も乗られるみたいで。あ、そうなんだ。だからあのハイメタイヤない方が駐車は簡単だっていう。ああ、なるほど。あの後ろもあの、そう、バックカメラがここだからこの分で、背面タイヤカバーもね、ブラバスなので、あれ当てちゃうとちょっと修理ができないので、それで言うと、まあこっちでもいいかなっていう。まあ大阪店ならそれの使い勝手とかルックスとか、まあいろいろ含めて相談してもらえばいろんな提案ができます。です、です。これスムージングもできるんだよね。スムージングもできます、ね、はい。まあでも何でもご相談いただければ。